皆様こんにちは、雪の先輩が行く。今日は銀座にあるプロギア銀座 EX 店に来ました。そしてなんと新しいクラブが発売されたそうで、見てください、このドライバーとアイアンもなんか最近発売されたようなんですけれど、新しいクラブも気になるんですが、さらになんと新しい測定器が導入されたということで、そちらも使いつつ新しいクラブフィッティングもしつつという感じで、今回はやっていただきたいと思います。今回はドライバーを打っていって、自分の持っているクラブも持ってきたので、そちらとも比較しつつという感じでお願いできたらなと思ってきました。それでは行ってみましょう。ここは3打席あって、クラブとかもすごい、全部こうシャフトとかもすごいいっぱい種類あるし、でもこっちでもパターがフィッティングってかできるから、すごい充実してると思います。そしてこちらが赤いやつ、あの機械見たことないでしょ。あれだってすごいから。何がすごいのかはこれから説明していただくんだけど、新しい測定器プロギアさんが開発したそうだ。なのであちらを試しさせていただきつつ、ドライバーのフィッティングということでよろしくお願いします。よろしくお願いいたします。今回お願いするプロギアのインストラクターの吉田コーチです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。よろしくお願いします。今日は楽しみに来ました。なんか新しいとあの測定器はい入ったということなんですけど、はい、今回ですね、従来に比べてですね、今回ハイスピードカメラを搭載しておりまして、より、インパクトの瞬間の動画でしたりとか、はい、より前回より非常に分かりやすい測定器になっていると思いますので、それは楽しみです。なんか色赤くてすごいですね。そうですね、イメージをカラーにしておりますので、すごい素敵です、はい、今回はこちらのハイスピードカメラってすごい分かりやすくてね、でも、いいですよね。かどういう角度で入ったとか、そうですね、分かりやすいですね。何コマみたいな、今回そのカメラになっておりますので、以前に比べると、本当にその鮮明にこう微速度カメラでこう撮るみたいな感じになってますので、楽しみです。インパクトの瞬間も、非常に分かりやすいと思いますので、よろしくお願いします。よろしくお願いします。なんか新しいドライバー、はい、こういう感じなんですけど、青と黒を基調とした感じで、かっこよくないですか。かっこいい。なんかこの青も珍しい青じゃない。なんかちょっとメタリックじゃないけど素敵。これはピーコックグリーンという、ピーコックグリーン、いろんな色を研究した結果、これ青と緑の間の色なんですけど、この色嫌いな人がいなかった。確かに好き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 、しかもなんかさ、黒にすごい合うね。前のモデルは黒と黄色だったんですね。嫌いな人が100人中7人ぐらいいたんですけど、今回いなかった。すごい。確かに黒に黄色ってなんかこう激しい感じ、ありますもんね。これはなんか馴染んでてなんかかっこいい感じしますね。すごい素敵。あ、好きな色だわ。これ100人中100人好きな色らしいです。だけどみんな好きということ。その色もピーコックグリーンではないの、そうです。これね、コレパさん、サルベージコレパさん着させてもらってます。ありがとうございます、これ3種類ですか。はい、こちらが、通常の、ニュートラルモデルの RS のヘッドですね、でこちらが F、こちらが MAX というタイプになるんですけれども、どちらかというと MAX は非常に直進性があって、クラブローテーションが非常に抑えられている、抑えて打つみたいな感じの、方が打つと非常にいいんじゃないかなっていうタイプと、F でいきますと、どちらかというとクラブローテーションを非常に使って、ローテーションが非常に上手にできる人が遠くに飛ばせるかなっていうようなヘッドかなって感じですよね。なるほど。大体ね、なんか今クラブってドライバーって3種類ぐらいね、どこのメーカーさんも。そうですね、やっぱり優しいモデルと、やっぱり上級者モデルだったりっていうのと、そちらのやっぱりね、
ちょうどニュートラルっていうヘッドになってくるのかなって感じですよね。ちょっと真ん中がいいと思いますけど、はい、まずはニュートラル試していただければと思いますので、はい、よろしくお願いします。じゃあまず自分のクラブから打ってみましょうか。はい、あれ右行った。あ、まあ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 、まあ、こんな感じだよね。あ、これですね。はい。え、見えなかったね、私が隠れちゃって、隠しちゃったから。もう一回。ハイスピードカメラのとこ。はい、ありがとうございます。はい、待って。こんな先っぽで打ってんの私。どうでしょう。てか、まあ、ばらつきありすぎない私。はい。これでなんか どこを見たの。実際今、トップビューですね。こちらご覧になっていただいて、これまあ最初トップビュー、はい、上から見た状態で、まあ、ヘッドの軌道でいくと 4.1 度インサイドアウトですね、はい、でそれに伴ってフェースが 6.2 の、まあ、オープンって感じですね。ですから、まあ、実質 2.1 度ぐらいのオープンって感じですよね。差でいくとね、はい、ですね。でサイドビューでいくと、まあ正面から見た状態でいくと、まあ、ブロー角でいくと 5.2 度のアッパーブローって感じですよね、うん。まあ、女性はねやっぱブローの量は多いんじゃないかなって感じになってきますので、まあ、非常にこううまく打ててるんじゃないかなって感じですよね。これなんかトッププロとかだとどうなってくるんですか。ダイナミックロフトとかはプロとかだとこれがですね、はい、ABCD に分けまして、はい、今、木野さんがおられる数字でいくと、だいたい5度ぐらいアッパーの、まあ、4度インサイドで入ってきますよっていう感じですね。まあ、実際こうスイング、まあ、グラフにしてるんですけれども、うんうん、一応男子プロを平均でいきますと、まあ、大体2度2度ぐらいの中に男子プロにいまして、はいはい、まあ、まあちょっとこう飛距離がこう、まあ、結構出るタイプの女子プロ、まあ、ちょっと飛距離が少しね出ない女子プロみたいな。飛距離が出ない女子プロゾーンにいるっていうことですか。というわけではないんですけどもね。まあ、ね、これクラブ変えたりとかしたら氷ずれたりするんですか。そうですね、ぜひちょっとヘッドを変えて打っていただければよろしいかと思いますので、はいはい、いやとにかく飛んだ方がいいですね。飛んだ方がいいですね、はい、曲がろうが何でしょうが、はい、そうシャフトの今動きを撮らせていただいたんですけども、はいはい、まあ、まずちょっと映像をご覧になっていただいて、まあ、白が、バックスイングの軌跡になって、黄色がダウンスイングの軌跡になってきます、はいはい、これがダウンスイングですね、うん、はい。で、我々のリスト単比率といいまして、まあ、リスト使ってるのか、まあ、単純にボディだけで振ってるのかみたいなのを数字化してるんですけれども、使ってるのかボディ、まあ、メインになってくるというわけじゃないんですけれども、うん、リスト使ってそうな気がするけど、今 9.8 っていう数字、はい、ゆきのさん出ておられたんですが、まあ、7から13までありまして 9.8 になりますので、まあ、ちょっと10寄りに近いのかなっていう感じ、はい、でそうすると、まあ、こう映像をご覧になっていただくと、まあ、単純にこう、まあ、下ろしてくる時の、ね、映像なんですけれども、うん、このグリップエンドをですね、ここになんとなくグリップエンドがこう集約されているのに対して、まあ、少しなんとなくグリップエンドがこう流れているような使い方ということで、うん、なんとなくここにね、こうブレーキがかかるタイプにはなってくるのかなっていう感じですよね。どちらがいいってわけではないんですけれども、あ、まあ、スイングタイプってことになりますので、はい、まあ、決意型だと思っていただくといいんじゃないかなと思いますね、はいはい。で次にですね、フェース角ですね、ピンク色、ここスタートが0度になりまして、どん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 テイクバック上げていった時ですね、ブルーの90度に来た時に、4.7 度の開きがありますよって感じで、でそのまま最上点に行った時に 28.3 度の開きがありますよって感じですね。プロの平均データではあるんですけれども、女子プロはだいたい平均で、まあ、だいたい10の32ぐらいで振ってますよ。で男子は21の47ぐらいで振ってますよ。でアマチュアの方はだいたい平均で28、58ぐらいの、まあ、クラブローテーション、まあ、を、まあ、フェースを動かして実際は振っていますよっていう感じです。あ、いいですか。ありがとうございます。なんかさ、ま、
マット加工、マット加工これ。まず、ニュートラルモデルの、RS ですねの 10.5 度のヘッドになりますね、はい、じゃまず3種類ある中の真ん中のタイプからいってみます。これが RS っていうモデルで、でも構えやすいですね、だいぶヘッドもなんかそんなに大きすぎず小さすぎずっていう感じでいきます。え、結構結構なんかあれかも、ちょっとしっかりすぎるかもしれない私。どう、大丈夫？あ、なるほど。え、あ、めっちゃスピード出るか気にしません？ヘッドが効いてるっていうこと？え、でも、え、なんか振りやすい。なんだこれ、ちょっと待って、何も意識しないで打ったら、あー、ちょっと今ちょっと変なとこ当たったけどな。ちょっともしかしたら硬く感じちゃうのかもしれないですね、うん、こちらが従来 のノーマルヘッドには入ってるシャフト。え、ちょっと従来のノーマルヘッドに入ってるシャフトで、まずそっちに行きましょうか。はい、すいません。はい、はい、お願いします。こっちの方がでも、ああ弾道も高いですもんね、こっちの方がね、こっちの方が、うん、良さそうですね、うん、はい、出ます。これは純正のシャフトで、うん、これは純正のシャフトにちょっとしてみました。なんかお花柄、あ、ね、これだってこれも100人が全員好きって言われる色で作られてる。ピーコックグリーン、ピーコックグリーンでできてる、全員誰でも好きな色っていう、かわいいよね。おー、ナイスショー、いいですね。あー、いい、 いいかも。なんか軽くなんかヘッドが走る気がしますね、こっち。しかもなんか私なんか中調子ってあんま苦手なイメージあったけど、これもなんか打てるし、うん、まあ、実際ね、うん、ミッドに近いっちゃミッドですので、まあ、あ、そうなんですね、うん、前でちょっとね、先系の今シャフト打っていただきましたけど、うん、まあ、ミッドでも良さそうですね。でも今のところ今のが一番ヘッドスピード出てますね、うん、あ、すいません、もっといけそうな気がする。ちょっと気合い入れて振ったらこういうことになったけど、ほらね、ほらヘッドスピードは出た。初めて38いった今日。あー、ヘッドスピードなんで出るの、振りやすいってことかな。いいですね、ちょっともう一回。え、これでもなんか本当、うん、飛距離アップが叶いそう。え、待って、38.8出てんだけど。ね、ね、6、ね、6.9 度インサイドで 6.8 度、ね、え、1上げるのって結構かなり大変だけど、こうやってクラブ変えて、え、しかもど真ん中に当たってるし、あ、いいですね、ありがとうございます。ヘッドもすごい打ちやすいし合ってる、これだと思うよ、絶対、絶対これだと思う。シャフトはこのまま同じのを入れていただいて、はいはいはい、あ、そっち先にマックスいきましょうか。まあ、クラブローテーションあまりしないタイプの方が、まあ、曲げたくないなんていう方がね、使うと非常にいいんじゃないかなっていうヘッドですよね。はい、行きましょう。はい、ありがとうございます。あ、やっぱりこれになるとさっきよりちょっとこう後ろが長い。そんなことない、あ、若干そうですね、うん、大きく見え、後ろ側が大きく見えますよね、うん、待って、でもこれでさ、さっきより飛んだらこっちの方がいいよね、絶対。すいません、戻しました、お願いします。これでも打てそうなんだけど私。え、ちょっと待って、飛んでるどうする、うん、え、でもヘッドスピード 36.5 なのに飛んでるってどういうことですか。おお、
すごい。すごいですね。うん、え、でもさ、ヘッドスピードをサイドスピンが9しかない、ね、ヘッドスピードの割に飛距離が出てるっていうことは、これもいいです ね、うん、ね、だってこれでまっすぐ行くんだったらこれの方がいい気がする。私だってまっすぐ行ってくれるし。ということはもっと振っても大丈夫ってことですよね。振りまくっても大丈夫、ね、振りまくっても大丈夫。あ、どうぞ。構えた感じも全然全然、なんかこういうマックス系のヘッドってすんごい大きくなったりとかするんですけど、これはすごいそこまでは大きくないからいいです。マックスって感じしない、全然。え、ちょっと大丈夫。あ、確実に200キャリーいきますもんね。非常にこう生徒さんもね、使っておられる方もいますけど、非常にやっぱ球曲がりにくいおっしゃってますね。全然曲がんねえ、うん、へー、曲がんないって分かってくると結構やっぱ触れますよね。そうですね、うん、確かに大丈夫ってなっちゃうね。ちょっと最後の最後に1球打たせてもらっていいですか。曲げてみます。もう曲がんないね。曲がんないですね。てかもう逆に曲げられないっていうのがデメリットになってくるのかもしれない。メリットではあるし、でもすごくいいね。だってこれで飛ぶんだったら、なんか飛ばないイメージあったんですよね。あんまりこう操作できないから、はい、でも飛ぶんだって思った、うんうん、はい、これもいい。これだから曲げたくない人には本当にいいかもね。試合の局面だとちょっとドローでとかフェードでとかある、うん、そう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 なんですよね。だから操作したいってなってくるとこっちになるし、あ、これね、2本ぐらいあった方がいいっていうことですね。あのコースによってドッグレッグとかいろんなこう曲げるコースはこういうのがあった方がいいし、まっすぐでいけるよっていうコースはマックスでいいと思うし、マックスなのにこの結構振りやすいっていうのは初めてだったかも。マックスすごいね、なんかキープですっていうイメージあったんだけど、いいですね。はい、じゃあ今度は F ですね。 F、これはだからあの操作しやすい、どちらかというと。そうですね、っていうことですよね。でロフトが 10度の一つ あのロフト角のモデルになってますので。へー、10度しかないんですね、はい、へー、ちょっとお待ちください。楽しみ、これも全然違うわ。え、これもいいかも。え、待って、だってさ、ヘッドスピード普通に38出るし、ちょっと待って、これ高さ飛ばしたいから、ちょっとドローで狙ってみる、はい、これ操作がすごいしやすい、やっぱ、うん、ちゃんとイメージ通りのね、うん、軽いドローが出てますよね。あ、これはやっぱね、振りちぎるっていうよりも、うん、こうイメージで操作していくっていう感じの。マックスはしっかり振ってって曲がんないから飛ばしていこうっていう感じ、うん、こっちはでも何、でもやっぱり今のだとランが出るから、まあ総飛距離で言うとまあ結構飛んでいるっていう、うん、これはどれも扱いやすい逆に、うん、なんか今までは3つとかあると、あ、私に合ってるのは絶対これってなるんだけど、これはなんかまんべんなく使いやすいかも。そうなってくるとやっぱりニュートラルヘッドが一番なんかバランスが良くなっちゃうのかなみたいなのありますよね。やっぱり競技向けになるとやっぱりちょっと曲げたいっていうのになってくるでしょうし、まあ、そういうことか、ですので、まあ、そうですね、まあ、マックスはまあ当然ね、こう例えばまあスライスしちゃうとか、まあ、まだね100切れないみたいな方がね使うとまあ非常に安定感あると思うんですけども、競技ゴルファーは当然やっぱりね F ないしノーマルには間違いなくなってくると思うんですよね。そうなんですね、うん、へー、すごい全部打ちやすかったです、はい、これは真ん中のやつですね結局。でも全部良かったから、私はでもこっちもマックスも好きかも。ドロー系でとか思うこともあるんで、こっちの方が使いやすいかなと思います。面白みも当然ねあると思います、はい、アイアンも出たということで、はい、
出たてほやほやっていうことなんですけど、はい、これはどういう特性があるんですか？まあ、非常に今回簡単な、まあ、モデルっていう、はいはい、ドライバーと同じベリーイージーを、まあ、コンセプトして、はい、ドライバーのヘッドの流れでいくと、まあ、マックスタイプのアイアンということで、まあ、今回04っていう形はね、作らせていただきました。まあ、簡単そう、なんか上がりそうだし、弾見た感じここも結構厚みがあるから、なんか見た感じなんか優しい、緊張しないで構えられそうですね。待って、え？めちゃくちゃ飛ぶんだけどこれ。150だって、え、7番やんで。あ、すっごい優しい。安心感がある。なんかあんまり気合い入れないで振ってもちゃんと球が捕まってくれて、上がってくれるから。しかも打感もすごいいい。柔らかくて気持ちいい打感。高さが出ない人とか、グリーンにオンしても止まらないボールの人とか結構高さが出てくれるからいいと思うし、めっちゃ簡単だと思う。まあ、00の流れからでいくと、04が例えばゴルフ始めますみたいな方が最初に持っていただいてもいいと思いますし、もう簡単に球が上がるし捕まるって感じ、うんうん、安定感あんまちょっとない人とかもなんかちょっとダフったぐらいだったらちょっと上がってくれそうな感じ、ちょっと手前から入っちゃったとしてもトップしたとしてもある程度ちょっと上がってくれそうだし、あんまりこう芯食わなくてもいけそう。そうですね、非常にこう、うん、シュートスポットは広くて今回このレッドアイズインパクトを試させていただいたんですけど、これの手持ちバージョンとかポケットサイズバージョンもありまして、これがレッドアイズポケットっていうんですけど、これもすごいんですよ。こうさっき使わせていただいたんですけど、こう自分のスイングが見れて、さらにこれ保存とかがもちろんできて、アプリの中に保存されるんですけれど、なんかこう自分でシャッター押さなくてもこう構えとけばインパクト前後を勝手に録画してくれるという優れものです。こういうのって練習場で結構ドラゴン選手とか持ってるし、なんか自分の正確な距離とかが分からないとアイアンとかコースで困っちゃうので、こういう正確な距離を把握したりとかするのにすごくいいなと思います。これは購入可能でございますので36,300円です。安くないですか？これ結構すごいいいと思う。私ね、アイアンのキャリーの距離とかがいまいち把握できてなくて、そういう時とかにすごいこう使って、あ、これで本当にこういうこの距離使うんだなとか、あとなんかこうスコア縮めるにはやっぱ100ヤード以内とかすごいこうピンを刺していきたいので、そういう距離の把握とかにもすごい使えると思います。欲しい、はい、ということでこれ試してみてください。今回は銀座にあるプロギア銀座 EX 店に来ました。でそしてこの新しいドライバー、夏発売のプロギア RSX を試してみました。私はこの RS のドライバーを選びました。これが一番操作もできるししっかり飛ばしていけそうなんで、これがいいかなと思ったんですが、他のものもマックスもすごいまっすぐ飛んでたし、もう1個の F もう1個のやつもすごい操作できやすかったので、すごいどれもね全部いい素敵なヘッドだなと思いました。なんかもうこのね色もすごい素敵だし、はい、ということで皆さん気になる方はぜひプロギアに試打しに来てみてください。ありがとうございました。それではまたどこかへ行く。